皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は元気にしております。さてさて、投資本の執筆についてですが、今回は、貴金属投資について、女性主人公の質問に対して男性主人公が答えるという形で説明を書いていきたいと思います。
はーい、こんなもんでいきます。こんなもんです。はい、これで一応貴金属についてはお話をしました。また後で話すこともあるかもしれませんが、一旦話しました。ここからはですね、また証券の世界の方に戻って、私がどんな、投資をその後始めることになるのかというのを見てみたいと思います。はい、それでは、今回の配信は以上となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。